細い路地が立ち並んで、で、あのもうぎゅうぎゅう詰めになって人々が暮らしてるんですね。で、私はこのスラム街に二十何年前に出会いました。まだ若かった頃、旅をしていて世界中を放浪していました。18歳の時から旅に出て、ずっと世界あちこちさまよって歩いて、で、出会ったのがこのティカラスラムです。